お元気ですか、ボクシュビです。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第7回目でございます。さあ、それではね、早速やっていきたいと思います。今回はね、ちょっと事情によってね、5袋で挑戦したいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。まずは7回目の1袋目でございます。盗塁王の福岡ソフトバンクホークスの周東右京内野手のカードでございます。で、阪神タイガースの伊藤将司投手でございます。2袋目でございます。で、好きなカード出ました。中日ドラゴンズの岡林勇希、外野手のキラでございます。で、楽天イーグルスの田中将大投手でございます。3袋目でございます。で、またね、白菜じゃなかった、キラカードが出ました。オリックスバファローズの宮城大弥投手のキラでございます。で、千葉ロッテの小島和也投手でございます。4袋目でございます。で、北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手でございます。ちなみにね、これで、ね、176m と書いております。で、ちなみにこれで、ね、3枚持ってます。これ含めてですね。はい、近藤健介、外野手本塁打を打点を最高出塁率の時のカードでございます。で、最後の5袋目でございます。中日ドラゴンズの大島洋平外野手でございます。で、最後は盗塁王の周東右京内野手のカードでございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画7回目の5袋終わりたいと思います。今回はキラカードが2枚という結果でございます。で、エラーカードが1枚という結果でございます。今度こそね、白菜と、ラッキーカードを目指して、8回目やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。